こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は3月14日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。3月14日生まれさんは魚座。知性がありますね。知性のある人です。実用主義で、そうやって役に立つみたいなことよく考えてると思うし、生産性上げるの大好きだと思う。で、活発で努力家で野心家ですよね。で、強い決断力をお持ちです。それで目標とか目的とか、その何のために実用性を上げていくのかとか、生産性を上げるのかってことを明確に分かってると、決断力っていうのはさ、その決断する、A を捨てて B を取るっていう、その何かを捨てる気合みたいなものがいるわけですよ。決断するときって何かを取るってことは何かを捨てるってことやからさ、その損切りというか、何かを捨てるってことがパンってできる強さっていうのが、この人はまあ何のためにってことが分かるとどんどんできる人ですね。エネルギーをそうグッと決めて注げると成功しやすい人でしょう。めっちゃ極端に走れるんですよ。だからこう3年寝たろうじゃないけどさ、こう今まで寝とったのにいきなりパッと起きてわーって走れるみたいな、そういうこう何のためにっていうのが明確になると、がぜんやる気になって走り出していけるみたいな感じの、頭で納得してることが結構重要な人やって、もう知性ですよね、この人は。頭で思ってることっていうのが結構この人の才能の発揮につながって、納得してるかどうかかなり重要ですね。なんかもう納得いってないことになると、正直頭悪いっていうか、なんでこんなことせなあかんのって思って、もう全然知恵も減ったぐらいもあらへんみたいな、工夫も減ったぐらいもあらへんみたいな感じになるんじゃないかなというふうに思います。で、安定を求める、生活とかには安定を求めるくせに、普段受け入れる情報に関してはかなりこう常に新しいことをこう受けて挑戦したいと考えるってところがあるんですよね。非常に、刺激を求めてブレイクスルーしていくっていう、進化体系を持つっていうか、毎回こう卵の殻みたいなのに入ってることに気がつって突き破る、毎回突き破るみたいな感じでこう脱皮していくような人なんじゃないかなというふうに思います。で、この誕生日の人は波乱万丈な人生になりがち、大きな変化起こりがちみたいな感じの、人生の構成を持ってたりします。で、だからかこうブレイクスルーする胆力だったりとか活力だったりとか、間欠泉的なこう休んでると思ったらバッと出てっていう風な感じのエネルギーの出方をしはる人なんじゃないかなというふうに思います。で、優れた洞察力ですよね、を持ってて、それでもって乗り切るたくましさっていうのをお持ちですね。状況判断能力、決断力で行動力っていうものを兼ね備えてるからこそ、そういうこう波乱万丈だったり大きな変化がある人生も乗り越えられるだろうというか、ニワトリ卵やねんけども、どっちがあるからどうなってって話になんねんけど、そういう人やろうなって話ですわ。大きな人生の波に、出会いがちで、それを優れた能力で乗り切ってしまうっていう風なたくましい人だと思います。で、そういうこうどんなことが起こってもやっていける自分ってものに対して、自分を信頼してるだろうし、そうじゃない自分っていうのを、情けないなとか無力だなって思うっていう、こう自分のなんやろな、そういうサバイバル能力みたいなもの結構重要視してるところあると思いますね。で、だからこう自分を磨くとかってなったら、なんか自分でなんか何もないとか火を起こすとかさ、なんかゼロからお金を稼ぐとか、そういうことに対して自分で力あるんだなって安心したりするんじゃないかなというふうに思います。で、感受性がとても鋭くていらっしゃいます。理想主義だし、受けたものに対しての「あすごい!」とか「これは値打ちがあるぞ!」とか、そういうこう感動みたいなものがすごく鋭くっていらっしゃるし、
憧れとか、理想ですよね。ああいう風になりたいとか、ああいうのがかっこええんやとか、そういう風なものに対して向かっていけるっていう風な理想主義者でいらっしゃると思います。で、想像力ですね、クリエイティビティの方、物事を作り上げていく方が非常に豊かで、コミュ力も高いので、やっぱりこう対応していく力、その憧れに向かって走っていって切り開いていく力みたいなのがとても高い人間になりますね。はい。で、人類の進歩のためにとか、人類の利益のためにとか、なんて言ったらいいの、大きなものに対して貢献していくみたいな部品っていうのを、お持ちです。で、コミュニケーション能力が高いんですよね。で、実は人並み外れてお笑いのセンスがある。お笑いのセンスってめっちゃ役立つからさ、いいなって思うねんけど、人並み外れてますね。もしお好きやったら、勉強なさるといいって言ったら変な言い方やねんけども、そういう昔のものから今のものまで好きなものっていうのがきっとあらはると思うので、漫談であっても漫才であっても、戯曲であっても、古典であっても、こう今風のやつでも何でもかまへんねんけども、自分の好きなものっていうのを研究なさって、その間だったりとか、パターンみたいなものっていうのをひとしきりこう勉強する、自分が好きなものだけでいいからさ、勉強するっていうのは3月14日生まれの武器っていうものを鋭くするのに非常に有効なんじゃないかなというふうに思います。人並み外れのお笑いのセンスがあり、想像力があり、なおかつ実用的なんですよね。いいね。で、すごくこう、ものに対する、多様なものに対する、受け入れる力だったり、興味の力はすごく高いんだけれども、飽きっぽいのな。頭の回転が早いから、卒業するのが早いんやけれども、広げると分散してしまうんですよね。だから、初めから、例えばけど、ゴルフやるから、フルセット揃えるとかじゃなくって、初めはレンタルにしとけみたいなさ、麻雀やるって言ったら全部買うんじゃなくて雀荘行けみたいな、こうフルセット揃えたくなる3月14日ちょっとおると思うねんけど、これは半々やねんけど、おらへん、そうなれへん人とそうなる人が2パターンやねんけども、揃えてしまいたい人いっぱい、なんか過去の産物が揃っちゃうタイプやと思うねんけど、そういう人やから、レンタルから始められる時代になってきたやんか、レンタルからがいいと思いますっていう。で、本当は広げてしまうとこの人の場合エネルギーが薄まるタイプなので、広まるとそれから強くなるって人もいてんやけども、広げるとあんまり良くないんですよね。できれば取捨選択して集中するところは集中するっていう風にやった方がいいと思うんですよ。だからさっき言ったお笑いのセンスがあってさ、好きなお笑いのやつあったらいろいろ勉強するといいよって言ったけども、例えばやけども、その紫雀さんが好きになったら紫雀さんだけでいいと思うし、紫雀さんが好きになったら落語だけでもいいと思うし、もう紫雀もキキーの島田紳助もミーのダウンタウン松本も追いかけーの三谷幸喜も追いかけーの世阿弥もやりーのやったらさ、広がりすぎなわけ。自分それだけで生きてんちゃうやろっていう。だから趣味の範囲で今は紫雀とかさ、あるやん、そういう絞り方ってあるやん。そうやって絞ってそれを一個やってしまってから次っていう風にやった方があなたの場合はええよっていう、一気にわーって広げると大変っていう。それちょっと悪い癖があるんじゃないかなと思うので、占い師としては何かやるにしても一つ一旦絞ってしまうって、ある程度収めるまでやるっていうのが、いい修行方法になるんじゃないかなと思います。うん。で、そこがね、分散してしまうとどうなるかって言うとね、怖くなるんですよ、決めるのが。やっちゃダメになり、やっちゃダメになりっていう自分に対して、なんや自分全然サバイバルできへんやないかっていう自己不信感が高まってしまって、そうなると恐怖心が立って、自分の無力感からこの世に対する恐怖心が広がっていっちゃうのね。で、優柔不断になって何も決められへんなるし、何もできへんなるっていう、ちょっとしたバッドエンドに、回ってちゃうっていうか、それはもったいないから、もう、初めから欲張って広げるなよっていうのが、一つのアドバイスかな、というふうに思います。で、金銭的な浪費に注意やでっていうところと、
軽率な、ね、判断で、ね、財産を失いかねないんで、もうこの辺は3月10日とか3月13日でも申し上げたんですけども、長期的な視点っていうのを身につけると、お金だったりとか信用だったりとかっていうのを失いにくいんやでっていう風なのを、もともとはあらへん価値観やと思うねんけど、後天的にインストールなさると、長期的に安定を保つことができるよっていう風なのがあります。それは精神的なやつ、なんかあいつのこと嫌いやからちょっとギャフンと言わせたろとかっていうさ、短期的なさ憂さ晴らしが長期的なそこでのグループで活動できなくなったりさ、なんかああいう風に揉め事を起こしよったなとかって、そういう風な信用に関わったりするやんか。それもこう長期的に見るみたいな、ここでゴルフセット一式買うみたいな、そう短期的なやつじゃなくて長期的に見て、まずはレンタルでみたいな感じので、お金を貯めておいて、ここぐらいからやったらワンセット買ってもまあ値打ちがあるかなみたいな感じの、そういう長期的な視点っていうのを身につけると、お金だったり信用だったり人生的な、負債が出にくいんじゃないかなっていうのがあります。はい、短期とか落ち着きのなさっていうのは、この人の場合、さっきもほらちょっと言ったよ、ブレイクスルーすることによって人生の階段をバリンとこう突き破るようなタイプの、レベルアップの仕方をする方やから、持ってて当然やねんけども、全部が全部に短期と落ち着きのなさは発揮せんでええでっていうお金とか信頼とか仕事での人間関係とか、まあ、地元での人間関係とかもそうやねんけども、そういうものに短期さとか落ち着きのなさとか使わんでええやんっていうそれは長期的な視点で関わってった方がええんちゃうかとか、もう気に入らへんかった飛び出したとか、そればっかりやったらさ、やっぱやってかれへんやんか。そこはちょっと精神的な成熟の方向性としては長期的な視点、ちょっと我慢するとか、そういう風なのが身につくと、ちゃんと人間社会での成功が簡単になっていくよっていう風なところですね。はい、ほいで、まあ、3月14日生まれは結構コミュニケーション能力も高いんやけれども、そういうこう短期とか落ち着きのなさっていう精神的な未成熟の部分が出てしまったりとか、まあ、ちょっと持ってるんやな、そういうのちょっと軽薄に見えやすいってところがあるから、やっぱりこう人が嫌がることしないでごめんな、嫌がることしてるみたいな言い方してなってごめんやで、まあ、人が嫌だなって思うとか下品だなって思うことをしないっていう方向での信頼の積み重ね方って結構長期的なやり方になるやん。けど、それでしか培えない信頼ってあるやんか、人間社会って。そういうものを、気さくでありながらも、そういう姿勢を取り続ける。だから、どうしてもほら、楽してさ、儲けたいとか思ったりすると思うんやけれども、そっちはちょっと我慢するっていうのが、この人にとっての、良い成功の鍵、良い成功の道になるのではないかと思います。基本的に才能に恵まれてて頭も賢いから、普通にしてればとても強いんですよ。強強タイプなのよ。やねんけれども、そういうこう心の焦りだったりとか、ちょっとこうなんか波乱万丈なところライドしたいっていう気持ちが勝手に火のないところに火をつけてライドしたがるみたいなところがちょっとあるから、落ち着けみたいな感じの自分を抑えるっていうのも大事かもしれないですね。おいで、この人の場合は、家庭とかグループとかを、チームとかを背負い込むと、不自由になって、自由にこう、センスを発揮しなくなるっていう風なものがあったりするので、まあ、もし今も家庭をお持ちの方とか別にもそのままでいいと思うんですけども、持っていないからこその強みみたいなものっていうのが自分にはあるっていうのはちょっとご自覚なさってるといいかもしれないですね。今フリーの方とか、なんでこう結婚とかチームを組むとかっていうのに前向きになれないんだろうっていうふうに悩んでる3月10日がおれば、いやそういう部品あんねんっていうそういうのを背負い込むと負担になって、自分の何かしらの自由さであったり軽薄さみたいなものがなくなっちゃうんですよね。それはそれでちょっとこう面白さがなくなってしまうっていうのを恐れてるんだと思いますね。で、現実と理想とのバランス感覚っていうものを養っていくっていうテーマっていうのはずっとついて回ると思います。で、
それがうまいこといかへんかったら欲求不満になったりとか、あの逆にその希望を過信、過度な期待をしすぎて失望してしまったり、イライラしてしまったり、他人を批判的に攻撃してしまったりっていう風なのが出ると思うんですよね、うん、理想が高すぎる。でどうしても3月12日丸さんは理想とか感性とか感受性とか想像力とかそういう方向性に対する感度がとても高くていらっしゃるので、あの現実から目が離れてはいないかっていう風なのがチェックポイントとなってくると思います。であの人並み外れたお笑いのセンスですよね、コミュニケーション能力だったりお笑いのセンスであったりとか空間把握能力、空間温度調節能力とその理想と現実のあのバランス感覚、どっちかというと理想寄りなので現実の方にウエイトを持ってくるっていうんですかね、あのちょっとね足元がつま先立ち気味になるのでちょっとしっかりかかとを床につけるみたいな感じの感覚っていうのを身につけていくと、あのこの人の場合物事を評価する能力が上がっていくんですよ。物事を評価する能力で誰にでもあるわけじゃなくって、あの経済の世界とかを扱う人はこういう能力ないとダメなんですけど、それを持ってます。だからあの投資とか経済とかあの政治とかそっち系 の、 あの評価をしていくっていう風な視点っていうのがこの人にはあの 決断力だったりその直感とかそういう風な能力もあるし、知性もつながってるので そっちの方に多分センスが向いていくんだと思うんですけど、あの経済とか政治の方の、世界を分析したり、に先ほど人類のために進歩させたい、人類のための利益のために、働くみたいな、なんていうの第三の目みたいなのが開き始めたりしはるんですよ。それはね、あのとても有益なものになっていくと思うので、そういう勉強がもし好きなのであれば、あのあるでっていう風な話、そういう才能あるよってところですね。経済の世界で活躍する才能を持っています。種として持ってる、お笑いのセンスと、現実と理想のバランスの感覚、それが物事を評価する能力につながっていくよってところですね。で個人的には浪費に注意やでっていうところで、命令されることを嫌うので、できれば人の上に立つとかフリーランスとかがいいと思います。ちょっとプライドがね、強いプライドを内側に秘めてらっしゃるので、そこは自分でご自覚なさってた方が生きやすいと思います。うん、なんかこう誰からも好かれていきたいみたいなのを目指しやすいんですよ。で、人生楽しみたいし、あのみんなと仲良くしていきたい、誰からも好かれたいみたいなのが裏テーマとしてありますが、あの世界観を広く持ち、あのいろんな体験をしに行く、そのいろんな世界に出ていくってことがこの人の、あの経済の世界だったり世界を見る目を養うためには必要になってくるでしょう。ちょっとここかな。はい、そんな感じかな。はい、で人生の区切りとしてはざっくり2つ、7歳から36歳ですね。ここはもう自信と独断力、決断力、実行みたいな時期なんで、どんどん走っていく時期ですね。攻めの時期、人生の攻めの時期で、人生の後半、37歳以降は後半になるんですけども、ここではちょっとまあ経済的な安定とか平穏とか平和みたいな秩序みたいなものを、価値観の中心に置くことになると思います。だからまあ人生前半は攻撃、人生後半は防御みたいな感じに、ちょっとこう価値観がパチンと変わるんですよね。なんか子供が生まれたり会社を立ち上げたり、なんかこう自分だけが鉄砲玉のようにバンバン攻撃していけるみたいなステージっていうのは37までで多分終わりやと思いますね。あとはこうみんなのためにとか安全のためにとか、みんなの利益のためにみんなの進歩のためにみたいな感じに、こうリスクを取らないように安全にみたいな感じになっていくと思う。でこれが、お誕生日占いでの人生の区切りの話になるんですけれども、私専門が手相占い師なんですね。で手相占いっていうのは個人運勢学なので、あなたの生命線とか知能線とかを見て、あの何歳に開運線が出てるか、何歳開運期だよとか、そこから何年後に毎回あるよとか、何歳に出来事が起こってその何年後には人生の流れが変わってそれは何歳まで続きますよとか、何歳健康注意ねとか、そういう手のひらで細かいあなたの人生のことが言えたりするんですね。でそういうの好きやったら手相見せに来てください。ほいで、コマーシャルしまい。パートナーシップ、
恋愛とか仕事での共同経営者ですよね、お家を一緒に共同経営する、仕事を一緒に、事業を一緒に共同経営するみたいな、そういうのはどういう人がいいかっていうと、まあ、基本的にさ、あのコミュニケーション能力高いんやけれども、ちょっとこうほら、さっきも言ったけどちょっと軽薄に見えやすいってところがあらはるから、あの温かさとかを分かってもらおうとするとちょっと難しいよなっていうのがあって、どういう人がいいかっていうと、まあ、知的さ、知性のレベルが揃ってる人がいいと思う。あの自分賢い、自分の賢さがあるやんか、考えてることがあるやんか、実行したいことがあるやんか、それを理解できん人イラつくでっていう話。知性が揃ってて、でなおかつクリエイティブな人がいいと思う。あの消極的で、理解するけど消極的でやめとこうっていう人よりは、理解ができてほなやっていこうかっていう風に、あの一緒に工夫して作り上げていきたいっていう風な姿勢を出す人やったら一緒にやっていけるでしょうね。で、あの13月14日生まれよりは若干あの現実的な人の方がいいけども、まあ、あの知性が揃ってれば3月14日がちゃんとしてたらいいんじゃないかな。その現実と理想のバランスっていうのはちょっとこう理想寄りに行きやすいから、そこのお金だったりとか現実的な人間関係とか、そうあるやろ、義理とかさ、話し通しとかなあかんとか、そういうのをちゃんとあのするっていうのはやっぱり大事なことやから、そういう堅実な部分っていうのをどっちかが持ってた方がいいとは思う。どっちともぶっちぎっとったらやっぱ貧縮やしな。人間は社会性の生き物やし、そんな感じかな。はい、ということでここまで聞いてくれてありがとうございました。それではほなねー。